300, 300帝国の進撃は、ノーム・ムーロ監督による2014年のアメリカ合衆国のファンタジーアクション映画である。2007年の映画、300, 300の続編であり、前作の出来事の前後の物語が描かれる。原作は、フランク・ミラーが執筆し、2014年3月時点では未出版となっている、グラフィックノベルのクセルクセスである。 前作の監督、脚本であるザック・スナイダーは、今作では、脚本、制作を務めている。レナ・ヘディ、ロドリゴ・サントロ、デビッド・ウェナム、アンドリュー・ティアナンは、前作と同役で出演し、他に新たに、サリバン・ステープルトン、エヴァ・グリーン、ハンス・マシソン、カラン・マルウェイ、ジャック・オ・コンネルが、キャストに加わった。アメリカでは2014年3月7日より 3D、 および IMAX3D で公開が始まった。本作は性暴力の描写が数シーン含まれているため、レンタル店によっては18歳未満禁止のシールが貼られている。前作で100万もの兵を率いてギリシャ侵攻を図るペルシャ帝国を相手に300人の生徒ともに戦いを繰り広げた果てに命を落としたスパルタのレオニダス王。 今回の物語は灼熱の門で全滅した、レオーニダスたちと同じ時間の別の戦い、エーゲ海での海戦を軸にしている。アテナイのテミストクレス将軍は、パン屋、闘行、詩人といった一般市民からなるギリシャ連合軍を率いて、ペルシャ帝国海軍に立ち向かってゆく。ペルシャ帝国の海軍指揮官アルテミシアラと拮抗する、中、ついに、大海原を舞台にした、 最終決戦を迎えることに。2008年6月、プロデューサーのジャンニ・ヌナリ、マーク・キャントン、バーニー・ゴールドマンは、300、300の続編の作業を始めていることを明らかにした。レジェンダリー・ピクチャーズは、300、300の原作となった1998年のリミテッドシリーズを執筆したフランク・ミラーが続編を執筆中であり、 また、前作の監督、共同脚本であるザック・スナイダーはその映画化に興味を持っていたものの、マン・オブ・スティールを監督することを選んだと発表した。監督には、ノーム・ムーロが就任し、スナイダーは、プロデューサーとなった。映画は、ギリシャのリーダーのテミスト・クレスに焦点が当てられ、オーストラリア人俳優のサリバン・ステープルトンが、抜擢された。プリプロダクションの段階では、タイトルは、 300、バトル・オブ・アルタミス・ヤムであったが、2012年9月に、300、ライズ・オブ・アニ・エンパイアに変更された。主要撮影は2012年7月に、ブルガリアのソフィアのヌ、ボヤナ・フィルム・スタジオで開始された。2013年5月10日、公開予定日が2013年8月2日から2014年3月7日に変更された。音楽は、ジャンキー XL が作曲した。 2014年3月7日時点で、レビュー集積サイトのロッテントマトズでは77件のレビューで、支持率は45%となっている。またメタクレティックでは22件のレビューで、過重平均値は50、100となっている。ありがとうございます。